2010年代に入って始まったピラブランドの名作バッシュの復刻に加え、ダッドブームの波にもうまく乗り、10年以上の沈黙を破り、フットウェアブランドとしてもカムバックを果たしたフィラ。フィラのバッシュといえば、誰が何と言おうとグラントヒル2で間違いないのですが、私は90年代当時このモデルを購入しなかったこともあり、今回はフィラブランドで一番履いていたジェリースタックハウスのファーストシグネチャーであるスタックハウスを語りたいと思います。 NPA の話をしだして若干止まらなくなっているので、興味のない方には全く意味不明だと思いますし、概要欄のチャプターからスキップをどうぞ。NBA でフィラの契約選手といえば、生涯契約も果たしたグラントヒルのイメージが一番ではあるものの、ヒルが NBA デビューした翌年の1995年に NBA 入りしたジェリースタックハウスのシグネチャーモデルを見ていきますが、スタックハウスはヒル同様 NBA ドラフトで1巡目3位という上位指名され、ルーキーシーズンからシグネチャーが用意されたこともあり、フィラからも多大な期待をされていたこともわかります。実際にはスタックハウスがフィラを選んだと言った方が正しくはありますが、とはいえ後のインタビューで NBA での契約1年目の収入よりもフィラとの契約料の方が高かったと語っています。ちなみに彼ら2人は90年代後半にピストンズでチームメイトになっています。ブランド人気があった90年代当時でも NBA ではフィラと契約していた選手は意外に少なく、そのうちの看板とも呼べる2人がチームメイトだったことは当時のフィラブランドにとっても興奮したかとは思いますが、いかんせんチームの本拠地がデトロイトという町なので、知ってる人は知ってる通りイメージ的に複雑なこともあったでしょう。まあ日本人が思ってるより本国の人はさほど気にもしてないかもですが、ちなみに私はこのすぐ後のリップとビッグショットがいた2000年代前半のピストンズは歴代でも3番目に応援していたチームでした。スタックハウスはアンソニー・メイソン並みに顔は怖すぎましたが、マイケル・ジョーダンと同じノースカロライナ大学出身で、同じ2番ポジションの上、同じ身長ということもあってデビュー前からその注目度はかなりのもので、当時はマイケル・ジョーダン2世なんて呼ばれたりもしていましたが、確かにプレイスタイルは同じジョーダン2世候補だったヒルやペニーよりは近かったですね。実力は誰もが認めるほど申し分なかったのですが、選手としてグラントヒルとの人気度の差は不憫に思ったもんです。少なくても日本で全然人気が出なかったのが不思議です。そこそこ派手だったプレイスタイルとは裏腹に寡黙そうな人柄と、やはり顔の怖さがネックだったんでしょうか。あと忘れがちになりますが、ヒルやペニーとは違い長いキャリアの中で大きな怪我をしなかったことです。にもかかわらず今一人気が出なかったのは無念としか言いようがありません。1995年ドラフトではガード選手では一番最初に指名され、ルーキーながらスターターとして活躍し、1試合平均で20得点近く上げたにもかかわらず、新人王を取ったのは1巡目7位指名だったポイントガードのデイモン・スタウダマイヤーだったというのはかわいそうな話でしたが、スタウダマイヤーの方が目立っていましたし、全く意義なしでしたけどね。それに私はスタウダマイヤーの方が好きな選手だったことも白状しておきます。個人的に一番熱中して NBA を見ていた時期というのが大きいかとは思いますが、94年から99年までの NBA ドラフトは今になって考えると毎年強烈だったと言えますが、
この95年だけはなんだかパッとしないんですよね。上位指名が誰だったっけというような感じで、大体が後にジャーニーマンの第一人者とも言えるプレイヤーになったジョー・スミスが良くも悪くも1位指名ですからね。この時代としては珍しく好きと言える選手が少なく、そんな若干印象が薄い年ということもあり、スタウダマイヤーとスタックハウスには特に注目していたという記憶もあります。何年も後に大好きになるんですが、正直ラシード先輩もガーネットも若い時は好きではありませんでした。90年代の頃は特に身長でもの言わせてる選手といえば語弊がありますが、要は高身長というだけで応援する気にならず、問答無用で悲劇選手から除外するという思考があったことで、好きな選手の9割がガードに偏っていました。私自身が小柄なのが大きな理由だけで、今考えるとこじらせてただけなんですけど、当時はマグジー・ポーグスが NBA にいましたからね。あんな選手を見ることも今後絶対にないでしょう。そしてスタックハウスが NBA 2年目の時、所属していたセブンティシクサーズにアイバーソンが1巡目1位指名で入ってきたことで、他のチームではエースを張れる実力にもかかわらず、アイバーソンというバケモンの2番手にならざるを得なくなり、プレイスタイルが近いことで最終的に2年半で放出されることになりました。アイバーソンとチームメイトになってからもそこそこ平均得点は高かったのですが、移籍後はさらに平均得点を伸ばし、一度は得点大争いもしたほどの生粋の点取り屋で、このスタッツを考えるとやはりアイバーソンとのコンビだと力を出し切れていなかったのかもしれません。しかしアイバーソンは NBA 史上最も身長の低い得点王として、キャリアで4度も輝いている歴史上でもトップレベルの点取り屋だったので、スタックハウスとしては戦力外通告になったわけではないとはいえ、ある意味運が悪かったとしか言いようがありませんね。ビッグプレイヤーが幅を利かせていた90年代当時では珍しかった。ガード2人が中心になって外からも中からもガンガン点を取るというシーンはとても面白く刺激的でした。あまり試合に勝てるチームではなかったのでコンビ解消も仕方がなかったのですが、当時とは違いガードに人気選手が固まってる現在だともはや普通とも言えますが、近年で言えばリラードとマッカラム、ウォールとビールのようなゴリゴリの点取りガードチームは見ていて単純に気持ちいいです。ジェリー・スタックハウスは NBA で18年という長いキャリアを過ごしたのですが、2013年の現役最後のシーズンではネッツに所属していましたが、再度フィラと契約して、このファーストシグネチャーのスタックハウスを履いて試合に出ています。これには思わず涙腺崩壊でした。このシーズンには PE モデルも出たりして、スタックハウスをデビュー当時から見ていた人だと思わず声が出た人も少なくないでしょう。スタックハウスのオリジナルがリリースされたのは1995年なので、フィラブランドが爆発的に売れ始めた頃に出たモデルでしたが、リリース当初はそこまで好調に売れたモデルでもないかと思います。後追いでじわじわ人気が出た記憶が残っています。ちなみにスタックハウスにはオリジナル時点からミッドカットとローカットが存在していますが、私はあくまでミッドカットだけが好きです。フィラのバッシュはプレー用に測れるのは圧倒的にグラントヒルのシグネチャーばかりで、日本ではそれ以外のモデルは主にタウンユースとして人気だった印象です。当時私もこのスタックハウスをバスケ用に使用していたわけではなく、通学用として履いていて、購入したフィラブランドの中では
着用時間が圧倒的に長かったことで思い入れがあるモデルになっています。このモデルは当時の日本の中高生にはバスケ用としてはそこまで使用されてなかったんじゃないかと思いますし、街中でもストバスの試合で見かけるとしても断然1996年にリリースされたシグネチャー2作目の方なので、私と同じ世代ではスタックハウスに思い入れがある人は結構少ないかとは思いますけどね。ちなみに現役を引退したスタックハウスは当時シグネチャーの中で見た目のデザインが一番好きだったのはスタック2だったが、履き心地が一番だったのはスタックハウス1だと答えています。フィラは1911年にイタリアで創業され、ニット素材の工場としてスタートしています。その後かなりの年月が経った1973年代からようやくスポーツウェアを製作し始めます。この時に現在でも残る F のボックスロゴができます。100年以上の古い歴史があるブランドなのですが、スポーツ分野の進出は思ったよりは最近の話なのです。こう考えるとやはりスポーツウェアやシューズのターニングポイントが1970年代に集中していることもわかります。フィラと契約した最初期のスポーツ選手といえば、ご存知の通りアイスマンことビヨンボルグです。ここからブランドはテニス、それからスキーというイメージが強くなっていきます。厳密にいつからだったのかは分かりませんが、おそらく80年代の前半から半ばあたりにフィラブランドのアメリカで生産するライセンスをアメリカの会社に供与していたのですが、その販売量はイタリアの本社フィラをしのぐほどになっていきます。イタリアのブランドというだけあり、もともとは真面目でお堅いイメージがあったものの、アメリカではヒップホップ文化に浸透させ、本社とは全く違う戦略で成功に導いたのです。これにはアメリカの会社がボルチモアにあったと聞くと納得する人も多いでしょう。1991年にはアメリカでのライセンスをバイアウトし、ここからヨーロッパの衣料品よりアメリカでのフットウェア事業に力を入れます。そして大学時代から注目されていたグラントヒルと契約したこともあり、1995年あたりを境に一気にバスケットのイメージも持つことになります。もちろんこれ以前よりバッシュはありましたが、世界的に見てブランドがバスケットのイメージもついたというのが95年頃です。フィラのバッシュでシグネチャーが初めて出たのは1989年にリリースされたケビン・ジョンソンモデル KJ7 が選手の名前を冠したフィラバッシュ初のシグネチャーです。この当時他にフィラブランドと専属契約していた NBA 選手がいたかは不明ですが、バッシュとしては80年代半ばにはすでにあったので、履いていた選手は数人程度でしょうけど、ゼロではなかったと思われます。とはいえ小柄ながらもオラジュワンの上からダンクぶちかますほどの日本でも人気選手だったケビン・ジョンソンが履いたことで、ある意味ではマイノリティバッシュブランドとしても目立っていたことでしょう。90年代に入ってからのカール・マローンの LA ギアやドレクスラーのアビアのように、近年で言えばステフィン・カリーというスター選手たった一人がアンダーアーマーと契約したことでバスケットのイメージも持つようになったのと似たような感じでしょう。ただ KJ はすぐにコンバースと契約することになり、短い期間でフィラから去ったことで数年間の間フィラはメインストリームには姿を見せなくなったというわけです。現在の40代の男性では
鼻息荒く語りたくなる人も多いかと思いますが、90年代のフィラノ・バッシュの人気度はガチキチで凄まじかったんです。ナイキ信者だった私ですら90年代は3つのフィラ・バッシュを履いたほどです。人気実力ともに兼ね揃えたグラントヒルのシグネチャーがバカ売れしたことでフィラブランド全体の人気につながりましたが、1996年のコトバッシュカテゴリーの売り上げに関しては業界2位だったリーボックと張り合ったとか超えたとかだったような記憶があります。今では信じられないですよね。とにかくフィラのバッシュが爆裂に売れていた面白い時代だったのですが、何がすごかったのかというと、先述したようにナイキとは違いリリースされるバッシュの種類が少なかったわけではないのですが、シグネチャーモデルだけが集中して売れて売り上げを伸ばしたということなのです。ナイキの場合、人気モデルはそもそも手に入れづらかった上に金額も高かったため、廉価版などで妥協することで比較的マイナーなモデルもまんべんなく売れていましたが、フィラの場合シグネチャーでも高くても13,000-14,000程度だったため、あえてマイナーなモデルに走った人が少なかったと思います。私のバスケチームにはダブルクラッチミッドを愛用していたマニアックな人間もいましたが、ちなみに当時のスタックハウスの値段は10,000円ちょうどくらいだった記憶です。スタックハウスのシグネチャーとしては全部で4作出ていますが、1と2以外は履いてる人を見たことがありません。それほど当時売れなかったんだと思います。90年代半ばのフィラはナイキやリーボックとはまた違った奇抜なデザインで、短い間だったとはいえバスケット分野で存在感を十分に残しました。ブランドカラーがトリコロールですが、ホワイトとネイビーをメインに、赤はポイント程度で入るという落ち着いた配色のモデルが多かったことと、当時メインの価格帯が10,000円台前半と他ブランドに比べやすかったこともあり、人気につながる要素もふんだんにありました。90年代にフィラを人気ブランドに引き上げたモデルグラントヒル2に関しては、初復刻は2013年かと思いますが、そこから定期的にリリースされるようになり、若い世代では特に女性に支持されたことも記憶に新しいですよね。記憶が曖昧ですが、スタックハウスの初復刻が2007年頃にされたので、グラントヒル2も私が知らないだけで0年代に復刻していたかもしれません。少なくてもグラントヒル1は0年代には初復刻しています。グラントヒル2は90年代リバイバルとして受け入れられた側面も大きいですが、今改めて見るとトップレベルに90年代らしいデザインに思えます。またこのモデルの初復刻という、特に現在の40代にとっては衝撃的とも言えるニュースによって、知らぬ間にフィラが韓国企業になったことを知って驚いた人もかなり多かったんではないでしょうか。グラントヒル2がリリースされた1996年当時、日本でもグラントヒルのファンが多く、必然的にプレー用のバッシュとしても大人気で、その勢いはナイキ、ジョーダンブランドに割って入った数少ないモデルで、とにかく履いてる人が多かったです。ナイキやジョーダンブランドだとバスケのプレー用としてはチーム内でも90年代半ば当時は何人とも被るのが普通で慣れたもんでしたが、これら以外で圧倒的に被る率の高かったバッシュがグラントヒル2だったことも、当時バスケをしてた人には懐かしい話でしょう。私ももちろんかっこいいなとは思いながらも、バイト代と小遣いだけではバッシュを買える数に限りがあったので、どうしてもナイキとジョーダンが優先になり、このグラントヒル2は見送った形でした。ちなみにグラントヒルのシグネチャーは5代目まで出ましたが、タウンユースとしては
2作目が突出した人気だったものの、プレイ用としては1と3もそこそこ履かれていたモデルで、3作それぞれにファンがいましたし、私は3を履いていました。グラントヒルのシグネチャーをきっかけに爆裂に売れたフィラでしたが、なぜか思ったほどフィラと契約する NBA 選手が後に続かず、ヒルのシグネチャー5作目のグラントヒル5がリリースされた1998年頃にもなると、すっかりブランドの勢いがなくなっていきます。そしてグラントヒルのシグネチャーの終了は同時にフィラブランドのバッシュ開発の終焉でもあり、ある意味当時のハイテクスニーカーブームの衰退と時期的に被っていたかなという記憶ですね。当時でもスポーツブランドとしては世界的にメジャーで、ウェアなど含め現在よりは売れているブランドだったとはいえ、グラントヒルとの契約金も高かったでしょうし、そこまで多くのプロスポーツ選手とのスポンサー契約ができなかったということもあったかもしれません。90年代のフィラは一般的に見るとバッシュ開発に進出してきたばかりのイメージがあり、プレー用バッシュとして機能がまだまだ疑問なところもあったのかは定かではないですが、契約もしてないプロ選手があえてプレー用に選ぶというポジションにまではいかず、ごく短い期間ウェーバーや引退前のラリジョンなどスター選手にも履かれていたとはいえ、一気に人気が下火になり、気づけばフェードアウトしていたというイメージです。フィラの90年代バッシュの独自機能としては2Wayシステムというものがあります。地味に名称を覚えてる人も多いんではないでしょうか。逆にフィラといえばこれしかなかったと言っても大げさではないですし、当時のハイテクスニーカーブームはその名の通りデザインだけではなくテクノロジー面でも各社が競い争っていて、そこでフィラが開発したのがこの 2Wayシステムです。いわゆるナイキでいうエアのようなクッショニングシステムで、95年以降のモデルから搭載されていきますが、モデルによってはソール内部に入れられ外からはわからないものもあります。スタックハウスにはついていないので少し価格が安いというのはあります。復刻モデルでも当時の 2Wayシステムをしっかりと搭載させているのはファンには嬉しかったと思いますが、どうやらグラントヒル2の復刻でもモデルによってはついていないようなので、これはつけるならしっかりつけてほしいところですね。逆に何を理由に外しているのかがわかりません。2000年代に入りすぐにバッシュ事業からは事実上の撤退をしたフィラですが、その後もあくまで他のスポーツだと競技用としては細々と作られていたのですが、急激な売り上げの落ち込みがあり、ブランドが不安定だったことはその後すぐに明らかになります。イタリア発祥のフィラは2003年にはアメリカ企業、そして2007年からは韓国企業になっています。韓国企業になってブランドの立て直しが本格的に始まったというところでしょう。2023年現在、依然としてパフォーマンス用としてのバッシュ開発のカムバックはありませんが、ウェアとしてはここ数年でバスケットものも増えてきてる印象なので、今後 NBA のスター選手と契約することがあれば、ニューバランスやプーマのようにバッシュカテゴリーで復活する可能性はあるのですが、フィラの場合は中国国内ではアンタスポーツがフィラ事業を握っているという若干複雑な状況のため、一筋縄ではいかないとも思ったりします。そのアッパーデザインの見た目からスパゲティという別名も持っていますが、オリジナル当時はそんな名前は存在しておらず、復刻されたタイミングで出てきたものです。ただグラントヒルのシグネチャーは契約が切れた時はモデル名にグラントヒルという名前を使わず、
例えばグラントヒル2であれば96というようにモデル名を変えていましたが、スタックハウスの場合は初復刻の時はスタックハウスの名前は消えてスパゲティだけになったものの、その後はスタックハウススパゲティや単純にスタックハウスと呼ばれたり、再び名称が戻ってきています。先日の通り現役の最終シーズンに再びフィラと契約したので、2013年に復刻されたモデルはスタックハウスというモデル名でも分かりますが、その後もスタックハウスとスパゲティが入り混じった状態が現在でも続いていて、正式名称としては何なんだという感じです。てっきりフィラとの契約は現役最終シーズンだけの限定だと思っていたものの、そこからもう10年になりますが契約は続いていると考えるのが妥当でしょうか。ヒルのようにさすがに生涯契約はしていないと思うので、なんとなく契約更新がされ続けているのかもしれません。今回取り上げたことによってそういえばと思った疑問ですね。オリジナルの正式なモデル名はスタックハウスミッドということからも、リリース当時からローカットは存在しています。日本未発売だったかもしれませんが、店舗では売られているのを一度も見たことがありません。ミッドとローはわずかな差ではあるものの、見慣れていないせいかローカットになるだけで全くバッシュには見えないですね。なんとなくサロモンあたりのトレイルシューズっぽい雰囲気が漂います。復刻モデルを実際に触ってもいないので、当時との変更点などいまいちわからないものの、素材はアップデートされているでしょうが、画像で見る限りデザインは忠実かなと思います。アッパーは複雑なレイヤーをしているので、いろんな配色を自分でも作りたくなるようなモデルでもありますが、逆に言うとこのギミックを感じるようなデザインを生かさないのはあまりにナンセンスだと思うので、オールホワイトやオールブラックは私の中ではありえません。オリジナルモデルで言うとミッドカットでありながら履き口が斜めにガスッと急勾配になってることもあり、足入れがとてもスムーズでかなり履きやすかった記憶があります。また見た目は重そうに見えますが、2way システムも搭載しておらず、軽量なエヴァミッドソールで意外に軽かった記憶もあり、バッシュながらタウンユースとしても問題なかったモデルです。トレッキングブーツのような佇まいではあるものの、当時主流だったシューレースループになったデザインとミッドソールのボリュームから90年代のバッシュ感が漂います。アッパーのレイヤー構造は複雑ですが、オリジナルのカラーウェイは色を使いすぎず絶妙なポイントに色をつけているバランスも好印象で、トリコロールのモデルに関してはシュータンをネイビーにしてるところも聞いています。シュータンはジョーダン11のように広い面積がメッシュになっているので通気性も悪くありません。プルストラップの付き方も比較的珍しいタイプで、ジョーダン6のように指を引っ掛けてグッと履けるほど安定感もありますが、普通だとブサイクになりがちな大きなプルストラップも全体のフォルムに馴染んでいます。サイドから見たミッドソールの形がどことなくジョーダン13にも見えるシルエットですが、フィラブランドが持つイメージの丸みを帯びたポップさを感じます。オリジナルカラーはミッドカットでは最低5色はあったのを覚えてますが、厳密な数は不明です。これにローカットだけのカラーもあると考えると、当時のフィラのバッシュの中でもカラーリングが多かったモデルでした。復刻されてからはコラボや別注含めると新たに20色近くは出ているかと思いますが、残念ながら私の知る限りではオリジナルカラー以外で魅力的なカラーリングが未だ出ていません。強いて言えば画像のこのカラーウェイは良いのですが、デザインが面白いのでコラボなどで名作カラーが簡単に出そうだとは思いながら、派手なものか
黒ベースのものが目立ち、微妙どころかほとんど目も当てられません。一般的に履きやすいという意味ではオールホワイトとオールブラックも出てきましたが、違うんですよね。例えば単純にトリコロールのネイビー部分だけをダークブラウンやダークグリーンなんかに置き換えるだけでもかなりいい雰囲気になりそうなんですけどね。また90年代当時のフィラのバッシュで特徴的だったのは、アッパーに入ったロゴタイプを自由に変形させているところにあります。こんなにブランド名を歪ませたりするのも他にはなく、逆に95年から98年頃のバッシュではアッパーには普通のロゴが見当たらないレベルで、当時でもロゴを崩しすぎちゃうかと思ったもんです。もちろんこれも当時のフィラの良さでもありましたが、今画像を見るとその奇抜さに笑けてきますね。とりわけ台形型のロゴは一時期ほぼオフィシャルロゴ扱いでした。グラントヒル2が復刻されることで一部の世代で話題になりましたが、ここまで話してきた通り、個人的にはスタックハウスの復刻の方がテンション上がっていました。ただマッシュバーンのシグネチャー含め90年代の復刻モデルが話題にはなったものの、当時を知る現在の40代にはそこまでは買われていないんですよね。コレクション感覚でグラントヒル2をバスケ用として購入した人は周りで何人もいましたが、タウンユース目的で買うのは復刻された最初の方こそ多少湧いたものの、その後はすぐに20代の若い女性がメインになった印象です。ちなみに厚底としても人気になったディスラプター2の原型は90年代にあったものですが、レイなど他の多くの90年テイストのシューズはダッドブームの中で生まれたモデルです。当時シグネチャー以外でメジャーだったもので、近年復刻もされた代表作としてはバリケードやマインドブロワーあたりでしょうか。ここらの復刻に関しては現在の若い男性にはどれくらい支持があるのか分かりませんが、当時はそこそこ履かれていたパンチの効いた時代でした。90年代のバッシュの復刻をおしゃれな若い女性に履かれるとなんだか嬉しくなるのと同時に、一気に中年層のおっさんが履きにくくなりますからね。エアマックス95やポンプヒューリーのようにすでに定番化してるものなら別として、90年代フィラのデザインは特徴のあるモデルなのでなおさらでしょう。これはこれでなかなか困ったもんかもしれません。私個人としてもスタックハウスに関しては強めの思い出補正もあり、現在でも欲しいのは欲しいのですが、ちょっとタウンユースとしては履く機会が極端に少なそうで数年見送り続けています。買うならオリジナルのトリコロールカラーの一択という点も、履かずに飾るだけということをしない私にとっては良くも悪くも購入の決断をできない理由になっています。繰り返しますが、真っ白や真っ黒はいらないんですよね。ということで、ほぼ思い出話になってしまいましたが、以上、元 NBA 選手、ジェリー・スタックハウスのファーストシグネチャーモデルである、スタックハウスの紹介でした。今回はこんなところです。ご視聴ありがとうございました。